西口バス乗り場宇都宮駅のバス乗り場では、栃木県宇都宮市川向町にある、東日本旅客鉄道宇都宮駅周辺の路線バス、高速バス乗り場について解説する。西口と東口にそれぞれバス乗り場が存在する。西口バス乗り場は、栃木県宇都宮市川向町にある、宇都宮駅、西口広場内にある、バスターミナルであり、 栃木県道196号宇都宮停車場線の一部である。一般路線バス、都市間高速バス、リムジンバスが発着する。鉄道駅と合わせて県内最大のターミナルを形成する。宇都宮市に路線バスが乗り入れたのは1924年創業の上山自動車講師会社が最初で、同社はハイヤーと兼業しながら大谷線、鹿沼線、ふばさ線、 日光線、特次郎線を運行した。続いて1926年に、宇都宮市街自動車株式会社と、矢野自動車商会が創業し、宇都宮市街自動車は、宇都宮駅、裁判所間と大谷線、茂木線、矢野自動車は、カラス山線を開設した。この他、ハグロ自動車、白沢自動車、須田自動車、下付自動車が、相次いで乗り入れ、 1927年には関東自動車が宇都宮土地機関など6路線を持って宇都宮市に進出した。1930年には宇都宮市内で19社が16路線を営業し、1日平均乗客は1万人、運賃は市内一律10銭だった。1983年10月4日、東北新幹線開業に伴う駅舎建て替え、校内再整備の末、 現行の設備及び運用形態となった。宇都宮の主要バス路線網の大半を有する関東自動車がもともと宇都宮市街地にあったバス車庫営業所機能を宇都宮駅周辺設備や郊外設備に分散させたため現在は単なるバス停留所を越え宇都宮市内の中枢的バスターミナルとなっている。開設当初より乗り入れていたのは関東自動車 国鉄バス及び東武鉄道の3事業者で東の交通は1990年代後半から2000年代前半になって徐々に駅構内に乗り入れることとなり2001年12月1日に全便乗り入れが完了した宇都宮市周辺の路線バス網は当初中心市街地と郊外や多市町村を結ぶ形で広がり宇都宮市の拡大に伴い 市街地東端に位置する宇都宮駅は、市西部、北部、南部を結ぶ路線の市街地側の始発、終点となり、一方で、市東部と市街地を結ぶ路線、すなわち旧国鉄バスと東の交通の路線は、市東部から国鉄宇都宮駅周辺を経て、中心市街地に至り、市街地西部の東部宇都宮駅周辺が、始発、終点となった。国鉄バスは、 国鉄宇都宮駅構内に乗り入れて、国鉄利用者の利便性向上を図ったが、東の交通は、市東部と中心市街地間の利用客の利便性を重視し、近年までは、駅構内ターミナルへの乗り入れは行わず、宇都宮駅の西方約100メートルの宮野京北と宮野京南バス停にのみ停車していた。その背景として、東部宇都宮駅周辺設備を占有していた。 東の交通の宇都宮駅構内乗り入れに関東自動車が難色を示していたことが最大の理由であるが一方で宇都宮駅の立地や宇都宮の路線バス網の役割その発達の歴史などにもその因子を乱すことができる県と宇都宮市の中心市街地東端に位置する宇都宮駅の立地環境も相まって宇都宮市周辺住民が利用する 路線バスを中心とする公共交通網はあくまで死周園内及び死周園中心市街地間の交通網として整備されてきたため宇都宮駅を拠点とする交通網という考え方は近年ようやくその展開に至っており路線バス前世紀に建設された宇都宮駅西口はバスターミナルを正面に据えその他の交通機関であったタクシー乗り場及び一般車の乗降場は バスターミナルの北側に建設された。これについては、宇都宮市内のタクシー事業者の最大手、関東交通及び、第2位、宇都宮合同タクシーが、関東自動車の系列会社であったことから、バス乗降場を駅構内の中心に、配置する様建設計画時より働きかけた結果で、ある。このような状況から、バスターミナル開設以来、構内は、 許可車両以外の乗り入れが禁じられているにもかかわらず、場内に侵入する一般車両が後を絶たず、路線バスと一般車両間のトラブルとなる一面もある。JR 宇都宮駅西口に連結した構造を取っている。2階部分は同駅車2階からつながるペデストリアンデッキであり、ペデストリアンデッキ上には目的地を入力することで利用可能バスの発車時刻。 行き先などを自動出力するバス総合案内システムが整備されている。1階部分が島式ホーム、各校先方面別のバス乗り場となっており、宇都宮駅舎に接するバスホームに1から5.38番乗り場及び、校舎上、横断歩道を渡った島式バスホームに6から10番乗り場、さらに横断歩道の西側にある島式バスホームに11から15番乗り場、 当ターミナル西園の宇都宮地産ホテル前に16番乗り場が設けられている。発着するバスは駅前大通りを通身して宇都宮駅構内に乗り入れ、一旦北側に折れてターミナル北園の取付道路に進入、各ホームに北側から南に頭を向けて入り各乗り場に停車する。発車時は乗降扱い後に南園の取付道路を経由し、駅構内を出る。 なお、一部に、宇都宮地産ホテルの南側から侵入して構内に入る路線もある。1階ホームと2階ペデストリアンデッキとは、階段で接続しており、駅利用者は2階ペデストリアンデッキを介して、階段で直接各バスホームに到達できる。またペデストリアンデッキはその北側で、駅ビル、パセオ2階部分と、またその北西側で、隣へ宇都宮2階部分と、 それぞれ同一平面上で接続している。さらに、西側階段の先で、横断歩道を渡ると、駅前大通りの両岸に到達する。時刻表は、ペデストリアンデッキ上のバス案内装置のほか、各乗り場に設けられた、ポールもしくは天井を吊り下げ式看板に、各乗り場発着のバス時刻表が用意されている。関東自動車は2018年3月末より、リアルタイムで、 バスの発車時刻を表示する電光掲示板を西口バス乗り場の8カ所に設置。日本語の他英語でも表示される。同年10月1日には東の交通を経営統合した。当ターミナルの利用者を種別すると市街周辺の住宅街から当駅周辺の商業施設へ訪れる買い物客、当駅出た路線に乗り換えしない市街各地に向かう旅客や学生などで、 平日の朝夕ラッシュ時は通勤、通学者の利用で混雑する。また、他駅のターミナルでは、一般的にほとんどの路線が、始発、終着となっているが、当駅のターミナルでは、通過点とする、バス路線も多数存在する。宇都宮の路線バス網は、市周辺部と、中心市街地を結ぶ交通機関として整備されてきた、ため、バス利用者は、 中心市街地と、市周園部間の利用者がほとんどである。こうした経緯もあってか、JR 鉄道線利用者は、現在も宇都宮駅から徒歩で、中心市街地に向かう例も多く見られる。一方で、2002年から2008年までの間に、同駅と中心市街地間の利用に対し補助金を給付する、ことによって、当該区間運賃の100円均一サービスを展開し、当ターミナルがある。 宇都宮駅西口から西 H から 2km 程度の地域に広がる市街地間の利用者の掘り起こしが図られていた。また、当ターミナルにおけるバス路線密集率は非常に高く、それが原因でターミナルへ出入りするバスが団子運転となり遅延するという問題が発生している。1.2番乗り馬場,場町県庁前を経由して、 四北西部の戸祭り地区に向かう関東自動車の路線バスが発着する。行き先番号54の路線を除くすべてのバスが東武宇都宮駅も経由する。3番乗り橋東部に向かうバスのうち JR バス関東の路線バスが発着する。すべてのバスが宇都宮大学前を経由する。宇都宮市内発着の JR バスには行き先番号は設定されていない。4番 乗場馬場町、県庁前経由東部駅前、作新学院行きの JR バス関東が発着する。全便が、モテギ、ハガバスターミナルベルモールなどを始発として、宇都宮市街地へやってきた便である。5番乗場花原、武将高校前または、竹林、FKD を経て、四北部郊外の富士見が、丘、田原街道方面に向かう関東自動車の路線バスが、発着する。 6番、乗ば場場町、県庁前を経由して一の差は、駒瀬、大谷街道方面に向かう関東自動車の路線バスが発着する。7番、乗ば場場町、県庁前を経由して一の差は、駒瀬地区に向かう関東自動車の路線バスが発着する。8番、乗ば場場町、県庁前を経由して戸祭り、日光街道方面に向かう路線バスと、竹林を経て、四北部岸。 そう、白沢街道方面に向かう関東自動車の路線バスが発着する。9番乗り場、今泉、小志道を経て、平室地区へ向かう路線と、柳瀬地区を経て、市南東部や上野川町に向かう関東自動車の路線バスが発着する。10番乗り場馬場町、県庁前を経由して、鹿沼街道方面へ向かう関東自動車の路線バスが発着する。11番、 乗馬場馬場町、県庁前を経由して日南、江蘇島地区へ向かう関東自動車の路線バスが発着する。2015年から宇都宮市による社会実験として運行されている今宮線もこの乗り場から発車する。12番乗馬場馬場町、県庁前を経由して東京街道及び市南西部へ向かう関東自動車の路線バスが発着する。13番 乗り場馬場町、県庁前を経由して鶴田、西川田地区へ向かう関東自動車の路線バスが発着する。14番乗り場9、東の交通の宇都宮市北部、東部、南部に向かう路線バスが発着する。9、東の交通路線には行き先番号が設定されていない。15番乗り場16番乗り場と停車中の高速バス16番。 乗り場関東自動車などの高速バスが発着する。38番乗り場関東自動車の路線バスが発着する。臨時乗降場ロータリーの出口付近に関東自動車用の臨時乗降場があるが、現在はインターパーク、宇都宮南行の無料シャトルバス発着所となっている。東部バスが乗り入れていた時は13番乗り場を関東自動車と共用で使用していた。 東口バスのリバは、宇都宮市川向かい町、宮未来にある一般路線バスのバス停留場である。関東自動車、JR バス関東、東の交通の日東、柳田方面バス路線と企業の通勤用バスが発着する。かつて、宇都宮駅の東側は広大な列車、貨物走車場となっていて、多くの鉄道留置線路が敷かれており、そこに、 駅東口という位置づけの設備が本格的にできたのは近年のことである。東口は JR 線の西側にある宇都宮駅舎ビルからこの線路群をまたいで東に伸びる東西自由通路の出入り口及びその前に設けられた広場であり、近年の貨物輸送の自動車化や JR 宇都宮運転所の規模縮小などによって、 余剰となった宇都宮駅構内流地線敷地の一部を整備、開設された。その一部は現在交通ロータリーになっている。東口を発着する路線バスの歴史は、当時市東部唯一の学園であった改正女子学院の通学向けバスを除けば、西口を発着する柳田方面行き路線の一部便を東口経由として設定したのが始まりである。当初は、 乗り場も一つのみで、駅東口発着路線網は限定的であった。近年の駅東口地区再開発に合わせて、バスターミナルが整備され、東口を始発、終着とする路線が多数設定されるようになった。しかし、絹川伊東まで足を伸ばす路線については依然として、中心市街地を始発、終着として、駅西口を経由する便が主体となっている。 年表1.2番乗り場平日は、平室工業団地、清原工業団地、羽賀工業団地内の企業が運行する送迎バスが発着する。土日祝日は、イベントシャトレバスが使用する場合もある。3番乗り場4番乗り場5.6番、乗り場羽賀工業団地内の企業が運行する送迎バス、日光や那須方面の宿泊施設の送迎バスが発着するほか、 イベント開催時のシャトルバス発着場としても使用される。ありがとうございます。